はい、皆さんどうもこんにちは、マロです。やっぱ、トメトーだよ。トメトーじゃねえかよ。佐田清美です。ということで、今回は佐田清美さんに来ていただきました。よいしょー。いやちょっとでも初めましてですもんね、多分ね、沢田清美さんとしては。あ、そうですね、はい、初めましてですね。なんかトメイトーのなんか残りがみたいなやつさっき出てたけど、コメントめっちゃ来る。え、どういうコメント？トマッチとは久しぶりにやらないんですかみたいな。来るんだやっぱり。めっちゃ来るよ。そう、すごい。だからそう、今までだったら、まあ、結構いろんな人とコラボしてるからさ、まあ、他の人たちのコメントもちらほら来るけど、やっぱ一番来るのトマッチだったわ。なんで？いや、それは俺が聞きたい。なんで？なんだろう。トマッチの方はさ、何をメインに活動してるんだ？なんとなく俺はわかるけど、多分知らない人がいっぱいいると思うから。何をメインに？一応、今は女優になろうと頑張って演技の練習とかをしたりしてる感じですかね。あ、じゃあ、まあ一応モデル活動とかもやってるもんね。あ、一応してます。はい、だモデルやりながら女優を目指してるっていう感じか。はい、そうです。おいおいおい、トメイトどうしたよ。進化してますね。いや、だいぶ羽ばたいてるよ。初めてコラボした時は、でもあの時もでも結構いたよね、 TikTok のフォロワー数とかで言ったら。確かに。けどまだ YouTube とかもそんなやってなくて、なんならインスタとかもそんな解説とかもそんなしてなかったんじゃない？全然やってないですね。そうよね、全然。今進化しましたかね。めっちゃしてんじゃない？だってインスタもね、あんまやってなかったけどインスタも増えて、なんならだってさ、あれ？だって俺がトマッチの家に突撃した動画撮ったことあるじゃん。あれの時ってだって何歳？17かな？17、16か、どっちかだったと思う。17、16か。だって今は何歳よ？え、今は19歳です。うわー。え、じゃああと少しで20じゃん。そうですよ。お酒が飲める。そこなんだ。お酒が飲める。え、20歳になって真っ先にしたいことって何？何がしたいんだ？ 20 歳になったらですよね。うん、20歳になったら。意外とない。20歳になってなんかしたかって言われたら特に思い出ないもんな。もうなんか気づいたらもうおじいちゃんになってるからさ、年も。あれ、いくつですっけ、マルさんも。俺今ね、今年で26だよ。ギリギリまだ若いって言える。まあ、でもちょっとギリでも結構来るけどね。え？いや、ギリかーって。めちゃくちゃでも体は元気じゃないですか。マラソンに出てましたよね。あ、出てた。おい、それなんかツイッターとかで流れて見てくれた感じ。あ、YouTube で見ました。え、YouTube で見てくれたの？なんかライブしてますね。いや、してた。見てましたよ。あれすごい頑張ってるって。感想浅。いるーいる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 。あー、見た。え、うまっ。うまっ。なんだその神業。トマッチでもさ、YouTube はあんま上げてないよね、もうあの1年前。あ、自分の方は上げてないけど。違うのがあるんだ。超重大チャンネルっていうやつに出させてもらってて、周りはどれぐらいの、名前でも俺名前言ってもらってもわかんないかもしれない。あ、やばい、トマッチ気をつけて。痛いよ。あ、いや、強ー、ごめん。あめっちゃ強いよ。頭2発ぐらいで死んだんやけど。もう引っ張りだこちゃん、モデルとかも撮影とかも。いやそんなことは。人数も多くなってきてるんで、事務所の。あ、そう。あれなんで、セジュやっけ。セジュです。セジュっていうのはあれだよね、 ほぼなんか TikTok とかでなんか有名な人たちが結構多い。守られてます、しっかりと。めちゃくちゃいい事務所じゃん。だって俺とのコラボをまた許してくれるんやで。
わかんない。この動画をそうちょっとあの見てもらった時にもしかしたらなんかいややっぱマロさんダメですって言われる。今後はなしでって。そしたら俺そしたら多分もしかしたらボロカスに言うかもしれない。あそこの事務所はダメだし。もう本当最低な配信者よそしたらもう。最近ハマってるゲームは？待って最近本当にゲームしなさすぎて。何してんのゲームしてなかったら。何してるの？うん、ごめんなんか俺がすげえ追い詰めてる人みたいな。いやいやゲームしないな何してんのみたいな。アニメっていうか、ああいいじゃん。映画見たり。うわ映画見てんのおしゃれやね。映画ノリミンの映画。アニメ系？いやアニメ系じゃないです。なんか明後日なんか良さそうだなって思ったのを見てます。これはなんか洋画とかなんかジャンルで言ったら。あ、洋画が多いかもしれない。わなんか洋画好きそうだもん。え、でも英語わかんないでしょ。え、バカにしてます？え、いやいやいや、そんなバカにしてないですよ。やばい！なんかいる！え、なに？え、なんかバッテリー、あ、ナイス。バッテリーがなんか出てる。バッテリーが出てる？ EV 車、EV 車バッテリーみたいな。あ、そう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 。なんかすごい。それね、新しい車でね、それ結構強いんだよ、EV 車っていう。すごいこの車すごい急に止まる。それね、めっちゃいいバイク。これ2台とも、この話題の電動車ってやつですね、これが。金持ちしか許されない遊び。なるほど。これ何？なんか、え？もしかして何置いてるんだい？え？なんで持ってんの？え？持ってるやん！ちゃんとガチャ引いてるやん。金持ちしか許されないのか。金持ちいた。ちなみに、うん、16も撮ってます。結構最近じゃん。友達も大きくなったね本当に。電動え電動いる。待っている。いた。え人どうします。ちょっと待って運転がとクソだからちょっとほらじゃあ俺に運転任せよ。よしよしよし、マウンテンうまいですから。いる？あ、いる。ははナイスー。なんかバリ打たれてない？打たれてる。どこ。あ、友達乗る。怖い怖い。乗りたい。乗りたい。やばい。乗りたい。いや、これ一旦ここまで引く。よし。え、あれ待って、トマチ？いや、頑張れください。頑張れ。こっち、頑張れ。待って、なんかグリ来てない？頑張れ。グリ来てる。まあまあ大丈夫でしょう。これぐらいだったら。もう。やば、ちょグレ投げすぎでしょう。あ、いた。え、どこ？ここに。奥のオレンジの家。ここじゃないです。こっちね。まあ分かってる。ここでしょ。あここでしょ。ここにいる。え、ほんと？待って、こっちも足跡あるよ。いる。ここもいるわ。ナイスカバー。ナイス。これはいいなんか。待って、これは多分ボットかな。いや、足跡はしてないな。よし、せーか。疲れてない、大丈夫？いや、やばい、怖い。疲れてる。いや、そんなことないと思うよ。ごめんね、なんか俺が不安にさせちゃったよね、なんか。疲れてる？うん、いや、そんなつもりで言ったつもりじゃなかったけど、ごめん、あの軽いボケ。びっくりした。え、いないかも。あれ、どこ行っちゃったんだ。気のせいなのか。うん、シンプルに。え、待って。やばい！すごい。やばい、また！逃げられると思うなよ。え、こいつ。めっちゃ撃ててる。あ、一人やった。ちょ、待って、友達なんか撃たれてない。ちょっと待って、黙。はい。やばい。撃たれてる。大丈夫。任せろ。俺はお前を殺させなーい。死んじゃったー。まあ見てろって。数年間の間で上手くなった俺の背中を。いや、めっちゃ上手くなってますよね。びっくりした。何のライブとか見て。え、ライブとか、関するライブとか見て、もうめっちゃうまいって思ってました。ちょっとまあ見てなよ。ど
どこだ。はいはい、そこね。いや、それ甘えて。あー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 じゃないのよ。あーあーすごいすごいすごい、これが数年間の集大成や。すごい。うん、俺今夜やめようかな、もう。